はい、どうも矢沢です。浅田です。周遊泳者スポルティーバさんとのコラボ企画、今回第4回目をお送りします。ぜひ最後までご覧ください。改めまして矢沢です。浅田です。周遊者スポルティーバさんとのコラボ企画も今回第4弾となりまして、サードオールテックの、ね、皆さんを今回はご紹介するんですけれども、メンバーズスペで今回5人になっております。で、詳しい方はね、あれちょっと人数足りないんじゃないかって思われる方もいらっしゃると思うんですけれども、コロナ対策のためにですね、ちょっと遠方にお住まいの方は、ね、今回はちょっとご遠慮いただいているというか、お呼びすることを控えまして、なるべく東京近郊にお住まいの方限定というふうに、させていただいておりますので、その辺をご了承いただければというふうに思います。ひとまず、VTR どうぞ。
入りました。やりましょうか。はい、いいですね。はい、じゃあラスト笑顔で手を振っていただいて、あ、そうですか。はい、1、2、3。正面戻ってきていただいて、じゃあ最後手振っていただいて終わりです。はい、1、2、3。
だと思う。顔寄ります。はい、
はい、そんな感じでご覧いただきましたけども、はい、矢沢さんでも雑談もですけど、はい、声かけも少なくないですか。あ、撮ってる最中。あ、そうですかね。自分なんかはやっぱり何ですか、うん、撮影中は結構声かけは多いし、うん、大きくバッてやる方なんですけど、矢沢さんはもう最小限。そうですね、まあどうしても欲しいポーズがあったりとかするときはね、まあ、ちゃんと、まあ、声かけで指示に近いんですね。もうちょっとこうやりましょうかっていう感じのことは言いますけれども、はい、でそういうスタイルになったのは一つ理由があって、自分の場合ね、写真を撮る最初の目的っていうのはサーキットでレースクイーンを撮ることだったわけですよ、まあ、今回のスタジオっていうことはむしろレアケース でサーキットは何があるかというと、基本的に声が届かないんですよね。そうですね、行ったことあるから分かると思うんだけどさ、まあ、車の走る音、レース中なんかだと結構会場内で実況の、ね、アナウンスとかっていうのが割と大きな音で、ね、流れてるんで、そうするとまあ最初に近い距離で挨拶をして、じゃあ行きますって言って全身撮ろうと思って離れちゃうと、そこそこの距離になるんで、その子たちに向かって声をかけると、もうこっちがあっという間に声が枯れちゃうんですよね。1日100人200人乗りますからね。そうなんです。それを作り返してるともう声が枯れてしまうので、で自分はだからといって全くほったらかしてるわけじゃなくてですね、ちゃんと声かけはしております。はい、はい、いつですか。その挨拶をするときにですね、ちゃんと相手のモチベーションが上がる一言をなるべく言うようにはしてます。ほうほうほう、うん、まあ、もちろん時間がタイトになってくるとね、もう挨拶するのもやっとっていう時があるんで言えないんですけど、まあ、レースクイーンの子たち、まあ、大体スーパー GT だけでも200人近くいるわけですよね。で、我々2日間行ってなるべくそれに近い数字を取ってこようとするんですけれども、大体まあ150人前後になってくるわけですけど、まあ、それでも150人くらいを取ってるわけなんですね。そうすると、まあ、どうしても機械的な仕事にはなってくるんだけれども、その時になるべくこっちはあなたのことをちゃんと認識してますよっていうことは言うようにしてるんですよね。だからなるべく名前でお呼びするようにはしてるし、もし何かエピソードが見つけられるんであればそれを一言伝えるんですよね。あれ髪の毛色変わりましたとか、それよく聞くかもしれないです、うん、だからそういうところにちょっとしたことに気づいた場合はなるべく伝えるっていうふうにしたりとか、まあ、もう前に何かエピソードがあるんだったらそれをちょっと持ち出してきちんと覚えてますよ、分かってますよっていうことを伝えるっていうふうにはしてますかね、うん、やっぱこっちのことを認識している子もいれば、なんとなくしか覚えてない方も当然、ね、いらっしゃるわけですよ。そういった時にしっかりは伝えてるってことが重要かなっていうのと、ただこの辺のさじ加減は難しくてですね、あんまりコアなところを知ってると逆に惹かれるって場合がある。まあ気をつけなきゃいけない部分ですよね。だからあんまりブログネタとかツイッターネタをついていくと、ただのファンじゃんみたいな感じになってちょっと惹かれてしまうんで、はい、その辺はあくまでその辺を襟を正した感じでいかないと気をつけないといけないんです。まあ、撮影中は声かけはしませんけれども、うん、まあ、そんな感じできちんとモチベーション上がるような工夫はしております、はい、まあ、そんな感じでございました、はい、で今回の記事ですけれども、はい、概要欄からリンクをね、スポルティーバさんの方にリンク貼ってありますので、そちらの方を見ていただかないとこのシリーズ続かない、はい、まあ、毎回言っておりますけど毎回言ってるんですけど、すごい大事なことなんですよね、はい、そのための動画でございます、ね、はい、はい、ぜひ見てください、はい、屋外撮影の様子なんかもありますので、そちらもお見逃しなくという感じでしょうかね。はい、はい、以上、矢田でした。朝でした。